ずはゆめちゃんのお気に入りシーンです。写真ご用意しております、こちらです。はい、冒頭のねエーデル5人のシーンですが、これね私がメモ帳を持ってるのがちょっとポイントなんですけど、ツイッターではねちょくちょく言ってたんですけど、はい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 、このメモ帳に、うん、みんながね開演前に何かしら書いてくるんですよ、うん、メモ帳に。そうで、うん、私が舞台上出てメモ帳をパッて開いてそれを見て笑いをこらえながらいつもやってたんですけど、それをね今日持ってきたんですよ、でまだツイッターも言ってなかったら、あれなんですよ、もっとあるんですよ本当は。本当はあるんだね。でもお店に来ないものもたくさんあってして、ね、でちょっとね例えばねこんなのとか、これはねいつだかがね、うん、情報中って、大体まあ大体野本ホタルなんですけど情報中とか、これはあの心ちゃんが書いてくれたみたい。え、かわいい。あ、違う、わかんない、誰が書いてこれわかんない、誰が書いてかわかんない。え、あれ、え、ルカルンじゃない、なんでしたって、鳥、あ、そうだ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 、そうか、ここにあった、好きです、だルカルンちゃんありがとう、かわいいことするじゃん。そう、こんな感じで誰が書いてかわからないんですよ。だから舞台上でこれ誰だろうみたいな。で、これはちょっとこれは本当に誰かわかんない誰か分かんなかったり、これもなんか、ね、これはあの最初に野本がやりだしたの、うん、バーガーって書いてあって、で問題はですよ、ああこれなんですよ、ちょっとね気をつけて見せるんですけど、あのラスト3回なんで、うん、金曜日の夜公演だけだった日かなにパッて、うんうん、この日はたまたまあの出る前に袖で見たんですよ。そしたら見せれないですけど、これね、わかるかな、免許証の写真とあ、ちょっとねお見せできないんですよ、免許証の写真と工藤春さんはプリクラです、免許持ってないから、これをもうねあのパッて開けた瞬間に3人の写真があってですね、もうねこれはコピーしたんでしょう、そう、なんか楽屋でなんか免許証がどう、ちょっと写真がどうってやってるなって思ってたんだけど、まさかの本番前にこれを見てみんな隠しててね、もうねあのしかも直前にパッて開いたから、いやもう、いやもうね、テンパっちゃって笑いが止まらない、とりあえずもう爆笑ずっとめっちゃ笑って、でみんなも笑って笑いながら出て、多分金曜日の夜公演見た人は、うん、なんか知らないけどエーデルがめっちゃニヤニヤしてるこのシーンがあって、全体がそうで、でアキラも多分私が見た後に来てるって分かってるから、アキラさんもずっとなんか何の話だいやいやアキラアキラはダメだってただ一日まあこれ傑作だったなって思うのは、あ、傑作ありましたね、あのエーデル、うん、夢以外の4人の写真を貼るっていう、しかもその写真が、工藤春さんはプリクラでしたっけ、私はプリクラです、プリクラの写真を貼って、あと3人はみんな免許持ってたんですよ、うん、そう免許証の写真をわざわざ制作さんの部屋に行ってコピー機借りていいですかって言って免許証を3人分コピーして、うん、それを私はちょきちょき顔の部分切って、ね、あと個人情報だからっつって細かく切り刻んで、それをわざわざノリでメモに貼るっていう。ね。そう。いやもうね、あの、アキラさんが演説してるシーンがあってね。そうそうそう。ま、一応冒頭でね。その間に我々は、そうそう、あの、他のシークフェルトのエーデルはね、袖で待機してるわけ。着替えたりとかもね、してね。してるしね。で、その時にゆめちゃんがもう震えてて、その時初めて見たんだよ。うん、もうガッタガタ震えてて、やばいどうしよう何この写真やばいっつって、うん、もうねギリギリ登場ギリギリまで震えてた、もうだってもうなんか白黒でコピーしたもんだから、ね、犯人感がすごくてしかもなんかそのノッサンとね、うん、そのトロピーの免許写真はなんかわかるのよあまあそうなるよねみたいなね、トロピーだな、うんうん、免許確かにっていうちょっとピュアの免許の写真が結構衝撃的でその前髪何みたいな、これ何どうしたみたいな、そうそうそう、でこのシーンが終わった後にね、うん、シズハさんが来たの、うんうんうん、出番もうすぐだからっていうので、うんうん、でシズハさんに見せたのその写真を私そしたらやっぱり同じこと言ってた、ゆかちゃんの写真これどうしたのみたいな、そうめちゃめちゃ笑ってた。でもその日は、うん、あの舞台上のシーン中にも夢は目の奥がずっと笑ってて私のことを見てる時の目の奥がずっと笑ってるから、うん、私もずっとしてやったり顔してた
いやほんとね、あこいつ見たなと思って、面白かったあれは。そうそう、遊んでましたね。遊んでたね。遊べるときには遊ぶっていうね、真剣にやるときは真剣にやるって大事ですよ。メリハリね。